犯罪心が復活してしまったようですね。すみません、私たちのせいで。謝ることはないですよ。それよりも今後のことを考えなくては。今後といっても犯罪心を倒すしかないだろう。ただズバリ言われちゃったわね。四天王一人に苦戦したのに犯罪心に勝てるのか。悔しいけど実際その通りよね。今のままじゃ何か方法を考えないといけない。聞いた剣の話覚えてますか？聞き覚えがある気がするです。確か呪われてるとか犯罪心を倒せるとか。そう、それです。その剣があればもしかしたら。あんな眉唾者の話を信じる気？そもそも手がかりも何もないのよ。ただの都市伝説の可能性もあるわ。でも何もしないよりはいいんじゃないかなって。藁にもすがる思いってやつかしらね。どちらにしろこのままじゃ勝ち目が薄いのも事実だし。そんな剣が実在するならちょっと興味深いわね。いいわ、私たちの方でも調べてあげる。どれほど時間の猶予があるかもわからないしね。あなた方だけに任せておくのは不安だ。何か分かり次第ご連絡します。はい、お願いします。それじゃあこっちはこっちで調べ回ってみようか。